本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーさあ、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。あれ、物忘れ、物忘れ、このような瞬間最近ありませんでしたか？今回紹介した商品は頻繁に忘れ物をしてしまう方必見、最近物忘れが激しい方ぜひぜひぜひご紹介したい、もう忘れ物が怖くなくなる便利アイテム、スマートトラッカーをレビューしていきます。最後まで動画をご覧ください。開封の儀、こちらでございます。表裏開けていきます。これはなんだ、ヒーリング、ストラップ、トリセツ、すべて日本語、こちらでございます。お、なんだなんだ、こちらブラック、ホワイト、ブラック、ここにオープンと書かれています。開きます。お、電池が入っております。スマートタグとはこちら、スマートタグ、またの名をスマートトラッカー、またの名をエアトラッカー、エアタグ。この商品はズバリ忘れ物防止アイテムです。お持ちのカバン、鍵や財布、大切で高価な自転車やバイクなどに取り付け、その時が来たらアプリを使うことで瞬時に現在位置を取得、音を発して探し出すことができるお助けアイテムの一つです。接続方法について、こちらのタグ、 iPhone に接続するだけでタグをつけたものの位置を即座に特定することができます。これによりなくしたものを探す時間と見つからない未来を想像してヒヤヒヤ心配してしまう、そんな気持ちを大幅に減らすことができます。ちなみに今回紹介するタグは iOS のみとなっております。 Android では使えませんのでご注意ください。接続はざっくり言うと Apple の探すに対応しております。別途第三者のアプリをダウンロードする必要はございません。 iPhone、iPad、Mac デバイスの探すで正確な即位とリアルタイム更新、そこまでの経路、距離、時間を一発で確認することができ、落とし物の位置を特定することができます。では実際に接続していきたいと思います。まずはですね、 Bluetooth を有効にしておきます。そして位置情報サービスを有効にしておきます。そして探すというこのタグですね、タグのボタンを1回押すと電源が入り起動が鳴ります。お、持ち物を探すを押して、ではこの商品名 MV タグで入れていきたいと思います。で、絵文字、泣き笑い、続ける、お、はい、サウンド停止、はい、というわけで、経路もできますし、持ち物の共有、人を追加、他の人がこの持ち物の存在を確認することができます。で、通知、はい、手元から離れた時に通知する、はい、使用について、重さは 8g、 超軽くて薄いので持ち運びが楽というか、重さはほぼなし。こちらにこのままつけてもいいし、付属のリングとこのストラップ、こちらをつけることもできます。とても簡単にカバンやキーチェーン、ペットの首輪などに取り付けることができます。こういう感じでですね、ストラップをつけることもできます。いやでも本当に軽いね、小指に乗っちゃうぐらい軽いです。本体はボタン電池交換タイプです。市販品である CR2032 電池を使用。消費電力は極めて低く、使用頻度にもよりますが、最短で9ヶ月から最長で1年間使用することができます。また IP67 のため、高い防水、防塵機能を持ち、雨の影響を受けやすい屋外でも使用することができます。離れると自動で通知送信、本体タグとスマホの距離が一定以上離れるとスマートフォンにプッシュ通知を送ることができます。そうすることで忘れ物に気づけます。なお自宅や事務所など通知がいらない場所には除外設定も可能です。音を鳴らして落とし物発見、この忘れ物防止タグ結構
構近くにあるんだけど、なかなか見つからない場合、そういった場合は、Apple の探すからサウンドを再生をタップすると、100デシベルの高い識別度のアラーム音がタグ本体から出てきていきます。目立たない場所に隠されていても、音を頼りに探し出すことができます。それでも、なくした場合、万が一、紛失された場合でも、スマホから紛失モードをオンにすると、カードがロックされ、拾った人が探すをアプリで識別すると、持ち主が記入した電話番号、またはメールアドレスが表示されます。プライバシー保護について、 Apple のプライバシー規約に基づき、データ、情報などは全て暗号化、個人特定はできません。位置情報などは紐付けられている Apple ID でしか確認することはできません。ということは、その ID を知らなければアクセスすること自体が不可能なので、こちら安全に使うことができます。なお、ペアリングは解除しない限り、紛失防止タグがリセットされても他の Apple ID とは接続ができません。スマートタグ活用事例について、ある程度スマホを使っていれば、こちら簡単操作のため、小さなお子様からご年配の方まで誰でも使うことができます。なくすと帰れなくなる大事な鍵、大切な荷物が入ったカバン、大事な財布、他にノートパソコン、高価な自転車、バイク、自動車など盗難防止としても、こちら設置取り付けするだけで心が平穏になります。なお、紛失防止だけではなく、認知症になってしまった高齢者、行動が全然予測不能なお子様、探索癖がある猫ちゃん、そういった万が一のためのお守りツールとしても活用することができます。実際に使ってみました。めちゃめちゃ便利でございます。お求めやすい価格ですので、スマートタグ、エアタグ、スマートトラッカー、いかがだったでしょうか。こちら頻繁に忘れ物をしてしまう方、最近なんか物忘れが多くなったなって思う方、ぜひぜひおすすめしたいこのスマートトラッカー、絶対になくしたくない大切なもの、到着するだけで紛失追跡はもちろん、盗難防止にとても役立ちます。そんなわけで、こちらこのタグを使って、もう紛失が怖くない未来、こちらで手に入れてみてはいかがでしょうか。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。さて、ここに2つ何につけようか。本番いきます。よーい、スマートトラック接続方法について。 iPhone に接続第3子自動で通知送信、万が一紛失し、もう気忘れが怖くない。ダメ。